皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンス、フィルモア編続きをやっていきたいと思います。とりあえず地上へ降り立ちましょう。フィルモアで、前回橋を架けられるようになったとのことなので、ちょっとこっちの地域まで行きたいけど邪魔だな。これレベル2でどこまで行ける？ここら辺は破壊できるか。で、行けるでしょ？で、行けるでしょ？で、ここまでつなげちゃおう。敵が出てきた。消えよ。お、物資は回収しよう。で、SP が欲しいね。あと、ここら辺もちょっと開拓できるようだったら開拓していこう。ここでつながったね、橋ができている。で、こうでしょ、こうでしょ。で、あ、下には行けない。あ、ここまでは行けるか。あと、こっちの方はもう限界かな。突然ですが、フィルモアの人間たちは何か伝えたいことがある。備えあれば憂いなし。工場6つ。フィルモアの民は数を増やし、その分多くのものを必要とする。生活に必要なものをよりたくさん作り出す施設が必要。さらなる発展へとお導きください。いや、工場って言ってもさ、自分でさ、なんか工場作れみたいなのってできないよね、多分。まあ、このマップを開拓していって工場ができるのを待つしかないか。資源もだいぶ溜まってきたからな。もう一個くらい、なんか弓なりを作りたいけど。フィロトス、以前は断られてしまった。魔物の巣の封印に同行してくれないか。前回もその前も魔物の抵抗に遭い、怪我人を出してしまっている。そうだった。命が無事で本当によかった。それまで、それでもこれまではなんとかなっていたが、怪我だけで済まないかもしれない。お前さえ来てくれればその憂いもなくなる。魔物など、もはや敵ではないだろう。俺に頼ればそれで解決か。自分たちの力で解決できないか考えもしないのか。ここはお前たちの大切な故郷のはずだ。怒鳴ってすまない。とにかく俺は同行してやれない。お前たちの無事を心から願っている。怒り文化レベルプラス1になる。受注しよう。で、こいつぶっ倒して、じゃあ行きますか。封印発言機、これ破壊すればもう基本終わりかな。とはいえ、工場を建てたいっちゃ建てたいんだよね。知っていますか、住居など古い建物そのままにすると人口が増えない、発展の妨げになってしまう。奇跡で古い建物を壊すことで新しい建物が建つようになる。古い建物について、文化レベルが上がった時は古い建物を壊してより高度な建物に建て替えましょう。人口を増やしたい場合 は古い畑を破壊して高度な畑にする。畑を壊すの？古い住居、一軒あたりの人口が少ない。高度な居住にすると一軒あたりの人口が増加する。てか破壊しろってこと、これひどくない？ここら辺結構古いよね。ただマジックパーがないんだよ。とりあえず突入しよう。フィルは魔物の巣、なんか手のやつがいる。あ、あいつめんどくせえやつだ。これが連続攻撃できないかな。やっぱ上にやって下、痛い、倒した。であとこいつらで上で発言機、なんかナイフみたいな、結構減ってんだけど。あとは例によってゴリオス、こいつはマジでゴリオスが一番やられる前にやる。うわっ、最後の最後、しまって、結構きついぞこれ。16やられた、マジか。ゴリ押しをしすぎた。こっからやり直し、まさか死ぬとは。これさ、これ倒すだけで、あ、発言はするんだ。ただ木が厄介だな。
リンゴを取っておこう。で、左から行くか。じゃどうすればいい？当たらないように。時間はね、一応結構余裕があるから。痛い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 。あれ、当たってなくね？くらいだったらもういけんでしょう。例によってひたすら氷をわけわかんねえ倒した。真ん中の木は鹿と。別に敵を倒して経験値とかないからね。魔物の巣を封印した。抗う力を得た。より多くの砦を建設できるようになる。と言ってもね、魔物はまだ現れんのか。我々は彼の力に甘えすぎていたのかもしれない。やはり我々だけでは強い魔物に立ち向かうことは到底できない。どうすべきなのでしょうか。あの能天気は珍しく起こる。さすがにちょっと驚いた。何もできない人間たちが強いものを頼るのは当然。それをあんなに起こるなんて何か理由がある。怒り。これでレベルアップか。ヒットメイトプラス 11SP10 文化レベル3。SP 上がったのはでかいな。砦も3段階まで強化。さらなる魔物の進行。やっぱ魔物出るんだ。ってことはちょっと待ってね。雷で3位して、もう古い文明は一気に壊そう。一気に人口が減った。かわいそすぎんだけど。しかしこれが神の意志だ。古きは滅びよ。魔物の巣を順調に封じて、数も減ってきた。生き残りが身を寄せて群れを成している。でこれ受けない限りは多分大丈夫だから、砦はそのまま大丈夫だね。でこれ SP が欲しいんですけど。フィロトス、この間のお前の振る舞いは何ですか。人間たちは弱いけどお前に従って砦を作り真面目に町を広げてきた。今後も力あるお前が彼らを導いてやればいい。そこに何の不満がある。かつて滅びたこの地の領主だった頃、俺もそう考えていた。俺一人が武器を振り全ての民を守ればいい。しかしその結果、人々は俺に頼りきり自分で考えることをやめた。サタンの放ったたった一匹の魔物によって皆殺しにされてしまった。俺が守るはずだった故郷で生き残ったのは俺一人。俺は二度とあの悲劇を繰り返したくない。魔物の襲撃。この地を狙う魔物から人々を守るのは変わらぬ。いや、あのめっちゃ滅びてんだけど、うちの地。ちょっと待って、工場もだいぶ減っちゃってるからね。町が発展するのを待とう。でちょっと待って、よくよく考えたらさ、魔物がいないからさ SP 回復できなくね。あ、ここの工場確かにすごいことになってる。いい感じだね。あと下の方の区画を破壊して、で工場自体はもう6つになったか。感謝の言葉。工場が6つ建設された。大きな建物、だいぶ発展してきたな。備えあれば憂いなし。レベル上げと意外に苦労するな。 SP 回復剤が欲しい。60になってる。すげえ。これ多分あの砂時計が1回転すると町の建設が始まるね。ほら作れ作れ。文明レベルを上げろ。30。ここは30地帯か。人が増えてくれば。おお、家っぽい。普通に家っぽいな感じになってる。 SP 回復。ちょっとレベル3の魔法でここら辺全部焼き払いたい。 SP10 回復とかは出ないのかな。町建設。 SPSP25 あれば打てんだっけ。レベル3、3だ。そうだね。よし、一気に焼こう。ここら辺を。
ここになんかあるんだけど、あの家はまあ大丈夫だから、なるべく多くを巻き込みたいよね。この工場すごいな。この工場もあれだな。ってことはここら辺か。もったいなくね。レベル2にしてまずここのしょぼい地帯を一回破壊しよう。だとここも割としょぼいんだよね。で回復12、敵がいないから敵でマジックパワーを回復することはできないからね。で、まあ、一応10あるから、ここのしょぼいところをちょっと破壊しますか。はい、いらん。だとここも破壊したい。じゃあこの畑が多分 SP 回復薬なんだよね。おうおうおお、いいのができてるじゃないか。ここもちょっとしょぼいよね、初期だから。いろいろ手直ししたいとこいっぱいあんな。で回復、よし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 、回復。でここちょっとレベル2で一体破壊するか。いいやつも破壊しちゃいそうだけど、まあ所詮レベル2だ。今レベル3の文化財だからね。ほら来い来い来い。9。であとここのしょぼいところを破壊したら、じゃあ砦とかを立てて先へ進むか。これ60、いいね。めちゃくちゃ作れんじゃん。この文化レベルの違い、ここのさ農民たち、農民かどうか知らないけど、文化レベル低いからなんかいじめに遭いそう。お前ら貧乏人がみたいな。それを、差別をなくす、それもまた神の仕事だ。ここはもうちょっと山奥だから農村なのはしょうがない。さて、砦はレベル2、レベル3までいけるって書いてあったよね。で弓、とりあえず強化できるだけどんどん強化していこう。いや一気になくなった。資材がなくなってしまった。で建てること自体は大丈夫。ここに1個飛び、ここいる？まあでも4方向からのやつをなんとかしたいからね。こことかは建てらんないんだ。ここ破壊しなきゃいけないんだよね多分。一応ここに建てとこう。30円で建てられる、安。あとじゃあここ人口は減るけどしょうがない、防衛のためだ。あ、これでもう6個か。であとはひたすらちょっと強化をしてレベル2にはしたいよね。資材がたまったらちょっと進みますか。魔物の進行、どっから進行してくるかよくわかんねえかな。 SP5 は変わんねえんだけど。45、いいね。これレベル2か。レベル2の工場、レベル3の工場だと60くれんだよね。これがマジででかい。で SP 回復。あとここら辺っていけないのかな、そもそも。一応壊せるは壊せるか、ちょっとやってみる。あ、いけないはいけない。なんかでいけるようになる。 SP がない。ただこの辺全然発展しないな。もう一回くらいちょっと街の発展をお願いしたいんだけど。いいね、生産量が半端ない。ちょっと鍛えよう。はい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 、よし完璧だ。ちょっと先へ進むか。クエスト、ここか。で英雄の誕生、OK。
経験の書を使おう。8個、全部レベル5。あ、ちょっと待って、集中しよう。門の扉全体の 50% 以上破壊される。あ、全体のっていっぱいあればいいってもんじゃないの。とりあえず SP 上がってるからね。狡猾な魔物たち、この地の陥落を狙って攻めてくる。防衛の構え、門の扉、防衛策、ヒロトスをうまく使いましょう。あ、そうだね、防衛策とか全然使ったことないよね。とりあえずここに行こう、男、ここにも行こう、男、ここにも行こう、男、外を埋めよう、外堀を埋める。これ防衛策意外にさ、すぐ溜まるからね。はい、終わり。来い、来た、弓兵、弓兵さんだからね。来る前に倒す。リンゴ、リンゴ、リンゴがあってもな、まだ大して減ってないからね。ヒロトスどこにいる、ここか。あ、防衛策ってさ、攻撃してくれんの、なんか。あ、弓兵の近くに置いとかないとこれ意味なさそうだな。で、その間に俺がじゃあ奇跡で攻撃しろってこと。はい、サンダー、あ、そうだ、もう使えねえんだ。太陽もう意味ねえしな。なるほど、ちょっと学んだわ。サン連続で使えないというか、なかなかのミソだね。マジックパワー回復で、クエイク、完全に魔法が FF になってるけどね。なるほど、防衛策はマジだ。これあれだな、弓兵の近くに置かないと無駄だ。ここは意味ある、この防衛策は意味あるっしょ。ヒロトスも来てるし、ってことは回収したいんだけど、これ回復柵、弓置き場をちょっと考えないとね。そうするとここのさ、砦で意味なかったよね。お、来てる来てる来てる。ただ俺にはマジックパーがないんだよ。あの柵マジで意味なかったな。柵は今5つあるっちゃある。よし、この柵はマジで役立ってる。いいね、一気に回復できる。破壊されたか。ただしクエイクは無理か。ちょっと待ってね、広範囲でさだったら一気にやるべきじゃないか。サンダー、サンダーが、いや待って、やられてるぞ。必殺技いけ、強い。ヒロトスがマジで強い。いや、リンゴばっか出てきてもな、しょうがないんだけどな。俺には今 SP が欲しい。ここ柵撃とう。上からの敵はもういない。あとはもうヒロトスに頑張ってもらうしかねえわ。いけ、基礎棚強すぎる。ヒロトスここまで移動させるか。なるほど、ちょっとここら辺の防衛地点の配置も考えないとね。どこに柵を置くか、それによって弓も置く場所を考えないといけない。倒した、撃退成功。今日も魔物たちから私たちを守ってくれたことに感謝する。話し合い、ある結論をこれより神に報告する。お前も聞いていてくれないか。勝手に決めたんだ。あなたのお許しで我らは誓う。フィルモアの民は自ら考え戦い守ること。
どれほどの英雄であろうともこの地に住む限りは民の一員、苦楽を分け合い、ただ一人のみ戦いを責任を負わせることをしない。立てた誓い。この地で暮らしてきた今ならわかる、神の前で誓いがどれほど重いものなのか。光り輝き始めた。これは何これ、マジで。体の中から宝石が現れた。正しい器に本来の精神が宿った時、証として現れる英雄の星の輝き。フィロトス、あなたを助ける聖玉の英雄。それが課せられた天命ならば俺はもう逃げない。英雄フィロトス、神より捧げられた使命を胸にフィルモアを守る。英雄誕生。フィロトス駆け立ち。より多くの人口が必要。え、まだ必要なの？ここら辺ってだからなんかで崖崩れとか起こせないのかな。私は恐ろしい夢を見た。牛刀を持つ怪物が現れ、フィルモアの民を人に残さず食い尽くす。そいつのことなら俺はよく知っている。ミノタウロス、俺の故郷を滅ぼした魔物、俺に生かしてくれ。今度こそ決着をつける。私たちの誓いを忘れたとは言わせない。お前も一人じゃない。ミノタウロスの襲来に備えて町の守りを見直す。そうだ、見直した方がいいよねこれ。完全破壊、工場も完全破壊。大型マスターグール、炎の魔法とか書いてある。え、ちょっと待って、神殿にちょっと集中させすぎてるんだよな。ここの砦は意味なかったしな。敵がどっから出てくるのかがマジで分かんねえかな。なんかめんどくせえからいいや。いけるっしょ。このままガンガン攻める。破滅の予感。経験の書は使おう。さすがに攻撃力いい、いいね。攻撃力上がるのはいい。大型マスターグで防衛策。ここは大して意味なかった。ここは意味ある。ここも意味ある。弓矢があるから。弓打ちもういいか。あとなんか来たらその都度時間稼ぎしよう。完全に時間稼ぎようだからな。上はだからこれで大丈夫。下もまあこれでいいかな。いや、ちょっと半端ないんだけど。行けフィロトス。あ、こっちも来てんな。ってことはよ、一回クエイクを唱えるか。で銃残ってるから、え、これも破壊してくるの？ひどくない？雷いけ。アイテム的にはもう取るのか。これで回復。こっちが若干やばいのか。防衛策はさすがに回復しないね。リンゴ取っても。で SP の使い方がもう無駄遣いしすぎてるかな。すぐ枯渇する。あ、出てきた。大きな魔物が姿を現した。動向に注意した方がいい。工場に向かって進行している。フィルモアは危険にさらされてしまう。え、とりあえず、てかいっぱいいるじゃん。届くか。いや、ちょっと待って、どこで戦闘してんだあいつ。ここで戦闘しろ。回復回復。ポーションポーション。いや、なんだ、なんかめっちゃ地面が揺れたぞ。
フィロトスが頑張ってんのか。フィロトスやられた。いやそんなことないな。マジックパワーまだちょっと温存しておきたい。これが弓の範囲か多分。神殿が攻撃されている。耐久度がめちゃくちゃ減ったけど大丈夫だ。リンゴリンゴ回復。こいつなんかサンダーとか、うん、弱点属性がわからん。攻撃している。一回サンダーかけるか。ちょっと敵がいっぱい来たから。でマジックパック回復して、ピロトスのヒットポイントが少しヤバめだな。てかあそこの耐久度もやられそう。砦が落ちる。回復、回復をしなくては。あの砦落ちたか完全に。サンダー、あともう少しだ。頑張れヒロトス。撃退成功。いや報告に来たよ。軽いな。やつは必ず来る。かつての俺ではやつを倒せなかった。結局は魔王の罠にかかり封印され、この通り今に至る。ミノタウロスっていうのはおそらくサタンが生み出した魔物、サタンの眷属。その辺に湧き出る魔物とは比べ物にならない強さ。俺が言うたというなら授けてくれ、あんたの加護。ヒロトス銃。炎の魔法。炎の魔法ですよ。英雄も誕生した。力が戻ってきた。戦うときに助けになる。魔法について。魔法はアクションパートで使用できる特別な能力。アクションパートを有利に攻略しましょう。だけ。あ、破壊されちゃった。ここの砦で作るか。あ、資材はあるっちゃあるからね。で、ちょっと待ってね。これで強化でレベル2。レベル3出世には足りない金が。聞いているか神様。いつもここで祈っていたあいつが病に倒れた。何？ミノタロスの呪い。ついに奴が現れた。撤回させてはもらえないか。全員で挑んでもミノタロスに勝てるかわからない。俺一人で行く。誓いは破らせない。神への誓いはそれほど重い。この苦難を共に戦いましょう。呪い。フィルモアの人口を300人以上にする。え、もう300人いない。病に倒れた民をどうか救いください。祈るだけでは無駄。人間たちは神にすがるばかりではなく自分の足で立ち歩もうとしている。今の輝き、もしかして今のは。経験値は結構手に入ってくな。こっちら辺が全然なんか開発されないんだけど。な、呪われてるからなんかみんなハーハー言ってない。あなたに祈りを捧げてきたあの民は命を落とした。マジで苦しみの果て、死の間際にも彼には神への感謝と明日への希望を失いませんでした。フィルモアは必ず救われる、そう信じて旅立った。彼にその明日を見せてやれなかった。立ち止まるわけにはいかない。必ず守り抜くフィルモアを。奴は死んでしまったか。人間たちに250個の資材を授ける。魚取りを生業とする者たち、さらなる釣りの効果を求め海に出ようとしている。船を作る。ふさわしい材料がない。
資材250か、それなりに必要だな。ここは結構文化レベルが高いから、ここ一回破壊する、サンダーで。すまん、犠牲になってくれ。で、資材ってこれどうやってあげんの？神殿に行けばいいのかな。授ける資材、英知により船が完成した。漁業の開拓、ピロトス。あともう一回でレベル上がりそうだな。ちょっと何かをやっておきたいけど。進行中のストーリーはありません。あ、船左の方にいる。ミノタウロスの呪いは日々日々その力を増している。このままひるもは全ての民が呪いに倒れるのを待ち続けるのはごめん。ミノタウロスにと相打ちになっても必ず倒す。フィルモアの圧巣を守る決意。この光、聞けフィロトスよ。今この時お前たち人間の強き願いが神の失った力を呼び覚ました。悪しきサタンの魔物ミノタウロスは神によって打ち滅ぼされる。神がこの地に現れる。お前みたいなちっぽけな英雄はおとなしく留守番しているんだな。お前がいなくなったらフィルモアの民が困る。神様のお出まし。失っていたかつての力を取り戻した。所詮最後は俺に頼るのか。まあいいだろう。あ、ここにあるんだね、ミノタウロス。さっきミノタウロスが出てきたところか。町を建設中。というところで、じゃあミノタウロスの巣が出現しましたので、今回はここで終了して、次回、ミノタウロス戦をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。